杉田玄白、蘭学の開拓者の一人で、天神牢で、後発蘭学者の教育も手掛けた。蘭学者は、日本において蘭学、すなわち、オランダ語を通じて輸入された西洋の学問文化を収め研究した人のことである。江戸時代に私塾を開き、蘭学教育を行った人について言うことが多い。医学について蘭学を実践する意思を、漢方医に対して蘭方医という。 乱邦医が乱学者であることも多いが、オランダ流医学を習っただけの乱邦医は、乱学者に含まれない。また、オランダ通詞は、乱学に対し学問的に貢献した場合には、乱学者であると言える。幕末の開国後には、洋学者の故障が一般的になった。江戸時代、鎖国令によって、海外との交流は制限されていたが、オランダは、長崎出島で貿易を許されていた。 しかし一般人とオランダ人の交流は禁止され、書物の輸入も制限されていた。出島にはオランダの医者も来ていた。通じらを通して、その医療技術が広がり、乱邦医が発生した。乱学ことはじめには、乱邦医の流派として、清流、栗崎流、吉田流、奈良林流、桂川流、カスパル流、吉尾流などが見える。ただしこれは、オランダ人医者の医療行為を、 実際的に真似ただけのものであり、学問的な基礎は乏しかった。主に公約などを使う、外科医療を行った。八大将軍、徳川吉宗は、技術導入を目的に、オランダからの本の輸入を解禁した。また吉宗は、漢学者であった、青木昆陽、野呂玄城らにオランダ語の学習を命じた。ノロ玄城は、江戸散布中の長崎通事の協力を得て、四ストンスの動物から、 オランダ近中中魚図、和解を、トドニウスの本草書から、オランダ本草和解を省略した。青木根陽はオランダ語の語学的な研究を行い、オランダ話、訳、オランダ話訳語集、オランダ文訳、オランダ文字略講などを書いた。しかしのろ、青木のオランダ語研究は、一般的な広がりを持つには至らなかった。青木魂陽の弟子であった、前の両太倉による解体新書の翻訳、 それに続く、杉田玄白の天心楼での弟子の育成、さらに、大月玄卓の蘭学改定の出版と知らんでの弟子の育成によって、蘭学は一般的な広がりを持つようになった。後に、稲村三白によるオランダ語辞書、春朝和会が出版され、語学的な研究が進んだ。一方、長崎通事からも蘭学者が輩出した、中野竜保馬場古式との系統から、 文法の研究が進んだ。海英安静に至って、日本がオランダ以外の欧米諸国に対して、開国を行うと、英語による英学、フランス語による仏学など、西欧学問の輸入も、必ずしもオランダ語メディアに限定されなくなったため、これらを含めて、西欧の学問文化の翻訳、研究、教育にあたる学者は、洋学者と呼称されるのが、一般的になっていった。 ありがとうございます。